タイムの場面で先発の大阪投手の後をついてのマウンドになりました。どんな心境のマウンドだったでしょうか。ダイスさんはすごく頑張ってたので、自分も試合を壊さないようにと思ってブルペン作ってファンの皆さんの頑張ってくれてもらえたら、お世話になりました。本当にそこからは2年で、失敗しました。